はいはい。はい、こんばんは。これちゃんと始められてんのかね。うん、バッチリ。音量もバッチリ。バッチリ。うん。音量もバッチリ。うん。でさ、はい。ニコニコ。じゃあニコ生コメントビューアーがさ、うんうん。なんだか動かないけど。鼻水出た。え、なんかまた更新かかってたみたいだよ。あ、そうなんだ。そう、今116っていう数字のバージョン。よくわかんないよ、そんなことを言われても。和骨です。ドリーさんいらっしゃい。いらっしゃい。メトラです。せいです。はるかちゃんいらっしゃい。いらっしゃい。メトラです。せいです。菅原さんいらっしゃい。いらっしゃい。こんばんは、コツです。マメさんいらっしゃい。いらっしゃい。ミミリンさんいらっしゃい。としさとさんいらっしゃい。いらっしゃい。はい、和骨の方はアットマークの横に名前を書いてくれると残ります。そうらしいですよ。うん、お久しぶりですね。そうですね、だいたい1ヶ月ぶりぐらいかね。5週間ちょうどですね。5週間。うん。ほう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 。です。そんなにやってなかったか。うん、そうそう、そうだね。うん、あ、そうですよ、はい、あの新しい曲投稿してましたんでね。ね、知ってる、うん、あのタイトル言えそうな気がする。If you love me if you can。 そう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 。本当に？そうだよ。おお、です。この辺で愛が感じられないよね。タイトルなんでなんで、タイトル言えそうな気がするって言ってるよ、この人。待って待って、言えたい。あの、あ、歌えそうな気がするだったら、もうものすごい愛を感じるわ。あ、でもね、すごい楽しい曲だったよ。聞いた聞いた、ちゃんと聞いた。そうですか。あの、踊り、ダンス的な目線でね。あ、音がいろいろ、なんかいっぱい楽しい音でした。うん、リピート聞いてました。かっこよかったです。ありがとうございます。もう歌えそうですって人、うん、すごい。本当かな。俺ですら全然覚えてないっていうのに。いつものこと。あのね、違うのよ、この曲さ、うん、まあ、あのロックと一緒に作ってたの。2月にロックを作んなきゃいけなくて、うん、あ、まず1月にね、そういう4つ打ちの曲作ってて、うんうん、でその延長で、うん、なんかこういう感じもありかなと思って作ってたんだけど、ほう、まあ、その時期にちょうどロックも書かなきゃいけなくて、うんうん、で、なんて言ったらいいんだろう、ロックの方に本腰を入れて作ってたから、うんうんうん、でサビを何回も変えたの、この曲。だからね、もう全然覚えてない。え、何、サビのその歌い回しとか歌詞とかを。そう、歌詞もそうだし、メロディーも全然覚えてない。うん、そうなのかよ。そうなんですよね。マリルさん、コロさん、シバさん、お茶の水さん、いらっしゃい。いらっしゃい。うん。新曲Love Me If You Can ですよ。そうですよ。うんうん、訳してごらんなさいよ。ラブキャンですよ。ラブキャン？うん。何ラブキャンって。え、略してごらんなさいって言わなくて。違う、訳してだ、訳して。ああ。もし、うん、あなたに愛があれば。違うか。あの、あれ知らない？ Catch Me If You Can っていう映画知らない？知らない。あ、知らないんだ。うん。そうなん、捕まえられるもんなら捕まえてごらんっていう映画なの。愛せるものなら愛してごらん。そう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 。私のことを。そう。そうですね。そうらしい。ま、皆さん知ってましたか？知ってるでしょ、中学生の英語だ。初見です、初見さんいらっしゃい。いらっしゃい。一気当選は2時間で覚えて録音しましたって。すごいね、それは。セさん、体調は大丈夫です。大丈夫です。体調悪いの？なんかね、うん、なんか神経痛が残る病気になってた。え？なんだっけ、帯状疱疹？疱疹？
何それ。なんかね、神経の上に、うん、なんかかいいのできるんだけど、富士の病、昔タズっていう名称だった。へえ。そうそう、それでなんか神経がね、うん、なんかね引っ張られるように痛くて動けなかったっていうお話。へえ。でも余裕だよ。あ、そうなんだ。うん。何が？え、体調は大丈夫、元気だ。ああ、うん、そういうことね。です。体調はね、本当に大、あの、ちゃんとね管理しないとダメですよ。そうだね。うん。風邪ごときはかかんないんだけどね。バカだからね。そう。あはは。じゃあじゃあ、はい。あのね、今日ちゃんと喋ろうと思ってんの、うん、俺。おう。というのも、はい、あのね、ここのとこずっと。うん、前の日本語録を聞いてたのよ、録音してた頃の、うんうんうん、で前の方はやっぱちゃんと喋ろうと思って喋ってるわ、うん、そうだね、うん、今もうなんかメトロでーす前は始まります終わりますみたいな感じじゃん。前は、うん、メトロです、うん、さあ始めますよみたいな、うん、意気込みが全然違うほう、うん、じゃあ今日からやっていくと。そうそう、ちょっとねちゃんと喋ろうかなと思って。 MC バリにお願いします。どういうこと、一体どういうこと。あ、ギガッチョ来たんじゃない。あ、嘘、うん、どこに。おじじって書いてある。これギガちゃん。そう。あ、ほんとだ。え、いいよ。そうだよ、ちゃんとね今日は、うん、あの投稿も5時でしたっけね、うん、5時ぐらいだね。5時ぐらいに投稿したということで、うん、それの、そうそう、そのね投稿の話もあるんだけど、うん、で5時だからで、ね、うん、予約したのが2時とかだったのかな、うん、2時ちょっと前ぐらいだったのかな。え、昼の。そう、ほうほう。でそれまでに全部もう用意してしまおうと、投稿されるまでに、うんうんうん、OK 作って、うんうん、でブログ書いたりして、ほうほう、やってしまおうと思ったの、うん、でオケ作ったはいいんだけど、うん、なんかね予約投稿っていうことばっか頭に入れてて、うんうん、オケを先に投稿しちゃったんだよね。ん、何したの。ピアプロに。ピアプロに。それ聞いた人どうなの。どうなんだろうね。探したのかな。わかんないけど、あ、新しい曲だ。あれなんか投稿されたらお知らせメールみたいなのできるでしょ。そうなんだ。そう、だから来た人は来たんじゃないの。あ、そうなんだ。え、何この音みたいな。すげえ知名度がある人だったらもう大変なことになってたと思うわ。それは一回下げたの。その、いや下げないよ。そのまま行ったの。めんどくさいことしないっすよ。そうそう。あ、こっちです。カノンさんいらっしゃい。いらっしゃい。こんばんは、こんばんは、いらっしゃい。いらっしゃい。でもうそれでパニックになっちゃって、うん、ブログも書かずに、うん、自暴自棄でしたよ。さっき書き終わって、さっき投稿してきたから。うんうんうん。まあでも久々ね、どのくらいぶり？一期当選。12月だね。だね、今年。今年初だね。ああ、あれは投稿してるけどね。なんだっけ。ん？なんだ、なんて言うんだっけ。アルバムのクロスフェード。そう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 、クロスフェード。うんうん。うん。シングルっていうか、一本物としては初の。そうだね、曲としてはね。2015年。うん。でもね、はい、クロスフェードの方がすげえ大変だったからね。正直。はい。なんだっけ、パペット踊りをしたの、ね、そうそうそう、動画撮ってるしさ、うんうん、ほんと大変だったわあれ。今回はなんかオシャンティな画像だった。そう、今回はもうもうちょっとねやりたくないと思ってじゃあもうね去年からちょっと思って、うん、あの動画投稿サイトに投稿してるからさ、うん、まあブログにも書いたんだけど、ニコニコ動画って動画投稿サイトでしょ、うんうんうん、だからちょっと自分で、うん、ちゃんと動画も作ってやりたいっていう意気込みがあったのよ、ね、
はいはいはい、うん、まあそのそうだね、そういうのあったんだけど、あったにもかかわらず、うん、もう負けた一発目なのに、今年一発目はねまあじゃあクロスフェードに持ってったことにしておこう、そのそう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 頑張る精神を、うん本当に大変だったからね。コミュニティ参加ありがとうございます。ありがとうございます。最近、うん、この1ヶ月間はもう引きこもってたんですか？この1ヶ月間缶詰だったですか？この1ヶ月間はね、うん、そうだね、強いて言うなら、うん、なんだろうな、強いて言うならうん、仏像掘ってた。本当に言ってんの？寒いって、ちょっと大変な1ヶ月だったんですよこの1ヶ月は。うん、うんうん、そうか、そうなんですよ。いやツイッターもなんかいなかったからね。ああそうだね、うん、えすげえって、本当に掘ったの？掘ってないよ。でしょ信じてるよすげえってそうなんです。元気で何よりです。そうですね。うん。でなんかねちゃんと喋ろうと思ってるんだけど。うん。掘ってなかったの？掘ってないですよ。掘ってないよ。そんな僕はね、うん。僕はそうですよ。めんどくさがりで喋るのもめんどくさい、ね。うん。ちょっとねそうそう、それでね俺、はい、前の日本語録を聞いて思ったのが、うん、なんて言うんだろう、はい、なんて言うんだろうな、そのなんか変なやつ感が出すぎてるかなと思って、俺初見さんから見るとそうね、だからちょっと言葉には気をつけていこうと思って、うん、ほうほうほう、うん、例えばどういうとこが変、それ言っちゃったらまた変なことをバラしちゃうじゃない。うん、じゃあいいよじゃあ梅虎さんの Love Me If You Can YouTube に転載されてますけどいいんですかって。それはね YouTube に転載されるのはもう、うん、今始まったことはないしね。そうだね、うんうん、なあ、どうなんて言ったらいいんだろう、まあなるべくなら俺に知らせないでほしいかな。あそうなの、そう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 、知らせない方がいい、うん、うん、ほら著作権のある画像を使ってるから、うん、あれも権利買い取ってね、うんうんうん、だからなんて言うんだろう、うん、転載されるちゃうと、うんうん、転載されたっていうことを知って野放しにしておくと、うん、今度は俺が罰せられそうな気がするから。そうなるね、そう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 、うんうん、そっか、うんです。初見です。こんばんは、リンゴさんいらっしゃい。いらっしゃい。うん、あ、らしいでございます。大変だね、そういう著作権云々って。大変だよね。うん。本当に。ですね。あ、4月の18日に、うん、梅トラバーサスゆちまるでやったウェーブを。ほう。踊ってまいります。うん、どっかでイベントで。へえ。それが終わったらそれとはまた違う振りで動画に投稿します、うん、あ、そうなんだ。それ大丈夫なの、うん、日記さん的に。あ、全然余裕っすって。あ、そうなんだ。うん、ならいいけど。うんうんそうです。例えばさ、そうそう、はい、その前の日本ゴールで、うん、なんかね、せいちゃんが何の曲か忘れたけど、はい、踊ったとかって言ってて、うんうん、動画ももう撮ってあるって言ってたんだけど、YouTube に投稿してるやつじゃなかったっけ。あ、そうなんだ。虎視眈々。いや、虎視眈々の頃はまだせいちゃんとやってないんじゃないかな。やってる。え、やってる。俺狂気乱舞はニコ動に投稿してる。あ、違う放送。え、やってる。去年のだって6月5月ぐらいからね。
そうだよ。それ以降に踊ったよ。あ、そうなんだ。うん。あー、そうそう。そうか。うん。初見です、こんばんは。初見さん、いらっしゃい。いらっしゃーい。うん。今日は、そうね。いろいろお話ししているよ。ちゃんと喋ろうと思ってんだけど、ちゃんと喋ろうって意気込む時に限ってやっぱ喋れないもんなんですよ。そうなりますね。うん。それ、うん、空回るから、ね。そう、そうそうそう。うん。アンさん、アンズさん、アンさん。アンさんじゃない。いらっしゃい。いらっしゃい。アンちゃん。アンちゃん、いらっしゃい。ね、はい、なんだっけな、何か話そうと思ったことが何個かあったと思うんだけどね。うんうん。ね、あ、そうそうそう、はい、あのさ、うん、あ、もうこれもあんまり言わない方がいいのかな。なんか別にその、うん、こう批判してるわけじゃないからね、それを分かってほしいんだけど、うんうん、はい、去年の暮れぐらいに、はい、小説出しませんかっていう話が来たのよ。ほう。威風堂々で。ほう。すごくない？それって。すごいね。なんて言うんだろう。威風堂々でっていうのがすごくない？そこ？なんかいろいろすごいよ。なんかさ、うん。まあそれの話はちょっとね、せっかくいただいたんだけど、ほう、お断りさせていただいたんだけど。はい。絶対小説物語じゃないからさ、うんうんうん、無理だよね。うんうんうん。ねえ、どういうあれで流れで来たの？その歌詞を見てきましたみたいな感覚だったの？いや全く分かんないんだけど。うん。すごいね、小説につながるんだね。ねえ。うん。っていうか威風堂々小説っていうのがすげえびっくりしたわ俺。いやもう本当にありがたい話だよこんな、ね、うんうん、そのお話が来るのはね。そう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 、何どれであっても。うん、すごいよね。へえ、官能小説っていう。そうなるよ、そうなっちゃうよ本当に。うん。難しいもんね、威風堂々っていうさ、まずタイトルの小説があったら、はい。俺だったら買おうと思わない、そんな文庫本に行くからね、硬そうな。猫レンジさん、いらっしゃい。いらっしゃい。へえ、うん、すごいね。ねえ、小説って、まあ俺は文章2行以上読みたくない人だからさ。言ってたね。そう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 。え、その漫画とか結構読んでるって言ってたでしょ、うん、タブレットで。うん、漫画は文章読むの？漫画はもう文章と俺は、うん、思ってないから。なんていうの、ほら会話じゃん、ほぼ。うん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 。ああそういうことね。そう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 。はいはい。説明のところとかは飛ばしちゃったりするけどね。何々は何々をするのであったとかいうのは読まない。そう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 。そっか。皆さん本は読書はしますか？普通のそのアニメとかじゃなくって、漫画じゃなくって。小説？うんうん。小説、うん、ね、あんま読んだことないです。うーん、しますします、しないです。読む人いるね。します。また見え張ってんじゃないの。なんでそうやって一回蹴飛ばすの。たまにします。うんうん。みんな読むんだ。ー、マリンさんだけしないですって。うん。興味あったり必要に迫られないと読めません。うん。そっか、威風堂々が出たらみんな買おうって思うのかな、威風堂々ってタイトルに。絶対思わないわ。うん。ねえ。ほんと困っちゃうよな。あとね。一つです。はい。あと、もう一個はね、音楽の方なんだけど、うん、EDM コンピ。はいはいはい。まあ、それちょっとお世話になってる会社なんだけど、はい、EDM コンピに曲ちょっと提供しませんかみたいなのが来たんだけど、うん、それもちょっと断らせてもらったんだけど、あら、うん、そう、俺のスタンスって EDM にならないように EDM の要素を取り入れて作ってるから、うん、なんつうの、ギリギリのところらへん、
うんうんうん、EDM っていうものにならないように作ってんだよね、うんうん、今回もアコースティック入ってたりね、うん、うんうん、なんて言ったらいいんだろうな、オーケー主体じゃない、うん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 、EDM ってどっちかっていうとそのインスト色が強いからオーケー主体の曲なんだね、うんうんうん、俺どうしても歌物の人だからさ、はいはい、うん、でも今回真ん中になんか ETM っぽいサンプリング、うん、音が入ってた、入ってた、うん、なんかかっちょいいのが真ん中にいた、真ん中に、うん初見です、水草さんいらっしゃい、いらっしゃい、はい、新曲ループで聴いてますが、うん、初めお姉さんがエロくて大変でした、初めのお姉さんルカさん、初めのお姉さんってなんだろう、誰だろうね、なんだろうな、ちょっともう覚えてないんだよな、うん、久々です、水木さんいらっしゃい、いらっしゃい、あ、画像のね、ほう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 、ああ、スピーカー持ってるね、うん、あれね、写真はね、はい、まあね、探さない方がいいけど、もう探せば絶対出てくるんだけど、売ってる画像だから、うんうん、顔まで出てるんだ、へえ、うん、探したいなって思ってまあ一言言うなら知らぬが仏、うん、あ、そうなんだ、うん、あ、そうか、じゃあじゃあその、うん、見た目がどうっていうわけじゃなくて、こう想像してる範囲で楽しむ方がいいっていうね、うんうん、そうね、うん、うん、みんなで好きなのを選んで当てはめておこうそうだね琥珀さんこんばんは、こんばんは、うんうん、いつもそのセクシー系に、うん、なるの、あれは何、ルカさんのイメージ、いや、そういうイメージじゃないけどね、まあ、曲全体的な、なんとなく画像で、うん、画像のそのサイトがあって、うんうんうん、あっぽいなみたいな、 そこを探してるとどうしてもこのセクシーなものばっかりに目がいってしまうあれ何、目がいってしまう、そう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 、あ、これいいなみたいなその画像を見て、うん、あ、この曲が当てはまりそうだなっていう、こうインスピレーション的なもんじゃなくって、うん、梅ちゃん個人の、そう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 、目が寄る方ので選んでる、ラブイフユーキャンは最初は動画やろうと思ってたの、ほう、うん、ナースでね、ほうほうほう、ナース服もだから2着買ったんだけど、うん、いろいろ考えてたんだけど、やっぱね、どうしても大変なのよね、うん、うん、まあね、人がね、そう、うん、そうなんだよね、初見さん、ホッチさんいらっしゃい、いらっしゃい、そういや狂気乱舞の画像も顔が見えない状態でしたね、そうだったっけ、狂気乱舞って一恵さんの絵なんだよね、あの威風堂々の絵描いてくれた人、綺麗な絵だよね、そう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 、紫のベースの、そう、うんうん、うん、あれは絵は好きです、とても、うん、チェイさんの絵はねすごいなんか魅力があるよ本当に、うん、唇がほんとやばい、うんうん、うん、目と唇かな、目目目はあんまりこう残ってないかもあとごありがとうございます、あ、ニーチさんだ、ニーチ屋さんお久しぶりございます、あのね、そのニーチさんと日本語でやってた時のも聞いてたの、うん、その時はもう思ったけど、はい、やっぱニーチさんアホだなと思ったねえ、俺より同じだよどんぐりどんぐり何やそれ、どんぐりどんぐりの性比べ嘘、俺こんななんかポカーンとはしてないよ、いや、ポカーンとしてるから喋り方も、空見ながら通話してないよ カントしてないよとかうーん、そうですね、ちゃんと喋ろうと思っててさ、はい、まあまあ徐々にリハビリということで、うん、どんどんこう上にちゃんと上がっていきましょう、
そうだね。うん、なんかさ、こうなんて言うんだろう、昔のことをちょっと思い出したいのよ、はい、うんうん、俺どうしたのじゃあなんか幼少期の頃ってさ、もうほとんど覚えてないの。おう、あ、うん、覚えてることある？どの年？なんかさまあどの年でもいいんだけど、小学校ぐらい例えば。覚えてない、詰まりすぎて。なんか断片的じゃない、覚えてるのって。なんかこうなんていうの、身につける情報が多すぎて、うん、整理できてなくって、こう詰まりすぎて飛んでる、いっぱい。そうなのかね、やっぱり。うんもうほとんど覚えてなくてさ、で、うん、ね、一個、はい、なんて言ったらいいの、結末が思い出せない話があって。ほう。あの公園で、うん、なんて言うんだろう、ちょっと広い滑り台、はいはいはい、その岩を 石を削ったようなっていうかさ、うん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 、わかる？ワイルドなね。ワイルドなっていいよ、はい、続けて。なんて言ったらいいの、その説明がさ、ほら、お、なんて言ったらいいんだろうね、うん、公園でさ、地面の高さが違くて、はいはいはい、で速攻が全部滑り台になってるみたいな、うんうん、割と急なところがあってさ、うんうん、まあ、その公園でよく遊んでたんだけど、ちっちゃい頃、うん、でワイワイなんかやってて、うん、やってたらなんか俺が、うん、お前殺すよみたいなこと友達に言ったのね冗談でだよ、うん、冗談でそうやって言ったら、下で、うん、下にいたものすごい突っ張りの人が、ほう、お前殺すぞって誰に言ってんだよみたいな。え、なん、年上の人？そう、ものすごい突っ張り、うん、なんて言うんだろうな、あのもう見事なリーゼントのね、ビーバップ的なね。そう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 、うんうん、でその人がお前誰に向かって殺すぞとか言ってんだおらとか言って、うん、こうその滑り台をね、うん、上がってこようとするんだけど、うん、そのものすごい突っ張りだからずっとこうポケットに手入れてんのよだから全然登ってこれないじゃん。その度に俺らはもう怖いから気使って、大丈夫ですか大丈夫ですかって上から言ってんだけどお前殺すぞって誰がってって何回もこう登ってこようとするわけよ。それ本当に現リアル、本当本当本当夢で、コントの夢とかじゃなくて。でもその結末を思い出せないの。あ、ずっともう滑って落ちての。そうそう、その最後どうなったのかっていうのが。逃げたんじゃないの？逃げないと思うな、すごい気使ってたもんそれ思い出したらまた話そうこの話ちょうど、はい、終わります。そうだねまた来週です。お疲れ様です。